エジプトのスエズ運河で座礁したコンテナ船、エバーギブンが29日、座礁してから7日目で脱出に成功し、船の運航が再開しました。スエズ運河町のラビア長官が明らかにしたもので、エバーギブンは現在、運河の中ほどにある湖で船体や積み荷に異常がないか点検中だということです。ラビア長官はまた、現在422隻の船が足止めされていて、 大気解消には3日半かかる見通しだと述べましたスウェズ運河の通行量はエジプトにとって主要な外貨獲得源ですが通行中断によって1日あたり15億円ほどの損失が出ていますエジプト政府は船主に賠償を請求する意向を示しています